マガンダンハーポン、ハワイハーポン、フィリピンはメトロマニラマカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズの卸しをしておりますヤッサンです。早々に早朝、この時朝6時前なんですが、ジープに乗ってアラバンのバス乗り場に向かっております。そして今回向かうは歯医者さん。もう行くの2年半ぶりですかね。実は半年前から問題があったんですが、2020年3月半ば以降世界最長と言われるフィリピンなんちゃってロックダウン、こんな時でもありますし、まあギリギリまでなんとか持たせようなんて小学生みたいな思考でいましたが、急に来るんですね、あのキーンとした痛みが。そこで家族ともどもお世話になっておりましたドクターリーにテキスト。予約が取れたのは3日後だったんですが、時間を見てびっくり、朝の7時マジか。というわけで早朝にやってきました。ここはエドサ大通りマカティアイラステーションのすぐ横です。ここから DGC に向かうマッキンリーロードに入っていきます。ジョリコちゃんおはよう。意外やフィリピン人も知らないこのジョリビーのキャラクター、女の子なんですよね。つい最近にネットフリックスでもリリースされたガンダムの新作、閃光のハサウェイの舞台がダバオ、ここでも光ってましたね。まさにミスフィリピン。この時は朝早くなのでそれほど車も多くありませんが、このマッキンリーロードにも随分と渋滞が戻ってきました。今回は雨の後の涼しい朝、タクシーやジープを使わずに歩きますと言っても、目的地までは徒歩でも5分ぐらいなんですけどね。向かう先はサンアントニオプラザアーケード、教会のある小さなショッピングモールですが、その教会の裏口にもう着きました。てこの時もう予約の時間10分過ぎていたので、急がねば、フィリピン時間に慣れすぎちゃってる。こちらがサントアリオでサンアントニオパリッシュ、第二次世界大戦で壊されたイントラムロスのマザーチャーチからサンアントニオ像を持ってきて作られた教会のようですね。このエリアはフォーブスパーク、ダスマリナスビレッジなどなど、お金持ちが住むエリアなので、その方々の結婚式や葬式なんかがこちらで行われるみたいですね。なんて解説してる場合ちゃうやろ、急げっつう話です。教会を背にこの駐車場を挟んだ向こう側にあるのが、2013年なので比較的最近に完成をした2階建ての小さなショッピングモール、サンアントニオプラザアーケード。さすがに朝早い時間なのでまだ空いてませんが、1階にずらーっと店舗が並びます。で今回はここの2階にある歯医者さんに向かうわけです。階段登ってぐるんと回り、お、何かスパニッシュのレストランができるようですね。この先がスターバックス、そっちには行かず中の方に進んでいきます。この中には小さな店舗やオフィスが並びます。この先しばらく進むと、あれ？どこだっけ？通り過ぎちゃったようです。あ、ここだ、ここドクターリーのところ。中はちょっと懐かしい昭和の歯医者さんって感じではありますが、日本人が来るときは日本の曲をかけてくれますドクターリーも治療中日本の曲を口ずさむことも。というのはこちらにある通り、ドクターリー長いこと日本で歯科医の勉強をして博士の学位を取得してるんですね。昭和35年生まれ、今年御年62歳なんですね。そしてこの学位証が発行された1997年、平成9年の日本といえば消費税が 3% から 5% に引き上げられた年。今それこそネットフリックスで大人気の全裸監督2の時代背景ですかね。私も若さの勢い余ってニューヨークやパリでサロン運営のお手伝いをさせてもらっていた頃です。あー懐かしいな。そしてこちらがドクターリー、ペラペラではないにしても日本語を結構話してくれます。あと何気に親父ギャグもぶっこんでくることも、とにかく気さくなお方です。さていよいよ治療スタートです。横になってライトが当たり、マスク姿のドクターに覗き込まれると、ついつい思い出してしまうのがこれ、ショッカーの改造人間手術。そしてついつい頭の中に響くのが、やめろショッカー、ぶっ飛ばすぞ。あ、それは仮面乗りだ。ま、冗談はさておき、こちらがドクターリーの連絡先となります。今回の予約が朝の7時からだったので、え、ドクターリー何時からやってんですかと聞いたら、もちろんスケジュールにもよりけりですが、基本24時間受付をしてるそうです。お忙しい方なのですぐ予約が取れるかどうかはわかりません。今回私がいたのはこちら側で、
半年前に奥歯の詰め物が取れ、2ヶ月前鳥の骨をかじったら歯が欠損、そして1週間前から痛みが、虫歯の虫歯菌に虫歯まれる前に歯を行けよという話ではありますが、治療中ドクターリにも深いねこれと言われながらも削って穴を埋めてもらい、今回の治療費は2000ペソ、ちなみに歯のクリーニングは1000ペソからのようで、あまりに歯石が溜まっていて時間がかかる場合は2000ペソぐらいになるかなと言われてました。そんなわけで約40分の治療ありがとうございます。ドクターリー本当にありがとうございました。今回は麻酔をすることもなく3秒ほど痛みはありましたが、硬いものに気をつければこの後すぐに食事をしてもいいってことなので、また気兼ねなくビールが飲めますね。まあ関係ないかそれ。マーケットプレイスルスタンスのスーパーマーケットですね。そして1階裏側というか奥に入っていくと、こんなご時世でも営業時間中は人が群がっているパープルオーブンさん、スイーツショップですね。私はまだここのは食べたことはないんですが、人気店のようですね。コンテストみたいな感じですかね。まあ歯医者の帰りに覗き込むのもなんですけどね。ともあれ、ここのところ気になっていた問題が一つ解決。さあまたマッキンロードを歩いてアイラステーションに戻ります。そして MRT3 から LRT1 に乗り換え、パシグリバーを渡ってお買い物へ。この日の日が昇る前、とんでもない大雨が降っていたんですが、パシグリバーは穏やかなようですね。最近増え始めた水草のホテイアオイもほとんどありません。ないといえばこの川沿いにあった東京メトロのずっと放置されていて錆び始めていた中古車両、なくなってますね。いよいよどこかで使われるんですかね。サクサクっと用件を済まし、またパシグリバーを渡りマカティへと戻ります。はい、今回はここまでとなります。私がお世話になっております歯医者さんのお話となりましたが、フィリピンで暮らす外国人、もちろんいいことばかりではなく、ただいま絶賛スカイケーブルと揉めております。このアホンダラ問題が終わりましたら、また動画をアップさせていただきます。ではまたです。